谷渡りの木とは、赤根カ谷渡りの貴族の樹木である。日本の九州南部、中華人民共和国、インドシナにかけて分布する。特徴の一つは、登場果樹であるが、これはインドから東南アジアにかけて分布する同族の、春のみならず谷渡りの貴連の植物全体に、共通して見られ、葉は、非神経である。和名の由来は谷沿いに生えることによる。また、 谷渡りの木という故障は、鹿児島県垂水市では、バラ科のカマツカを指す。中国語では水、ダンハ花と呼ぶ。参考、別種のアメリカヤマタマガサ。果敢が4列しているが、谷渡りの木は5列である。谷渡りの木の史上初めての記載は1785年のジャンバティスト・ラマルクによるエンサイクロペディア1-679における。 セファランサスピルラーファーとしてのもので、その後の見直しにより1895年にアディーナ族として分類し直されたものがマサナとして、授与されるようになった。マキノは谷渡りの木のマサナをナウクレアウリアンタリスウェルトし、そのシノニムとしてアディーナグロボフローラソウルズブを添えているが、ガバルツは両者は互いに無関係としている。中井武野心は、 ナカコイ小泉で N ウリアンタリスの変種として、マクリフィラを記載しているが、結局、ガバルツはこれを、アディーナ・ピルーリーファーのシノニムとしている。熱帯植物研究会は、インドシナ、フィリピン、インドネシア、ニューギニアに分布するナウクレア・ウリアンタリスに、バンカル、後に、ガバルツにより、N ウリアンタリスのシノニムとして扱われるようになる、モルカス原産のナウクレア・ウンドゥラタロクス部に、 チーズウッドや、ヤエイヤマアオキという呼称を当てているが、ヤエイヤマアオキというと、今度は、アカネカのベッシュモリンダシュトラフォーリアの標準和名となってしまう。また、同じアカネカ谷渡りの記連に属し、園芸植物として知られるアメリカヤマタマガサも、谷渡りの木の名で流通し混同されていることがあるが、北アメリカ原産で、アディーナピルーリーファーーと異なり、体幹性を有しており、 また形態的にも谷はあたりの木の花が5列であるのに、大使アメリカやまた長さは4列であるなど全くの別物である。日本の九州南部、中華人民共和国南部、インドシナに分布する。日本では谷沿いのやや湿った岩歴地に見られ、夏季は8月である。上緑低木あるいは小高木で、大きなものは高さ4から5メートルとなる。葉は耐性し、 頭皮神経あるいは、強調楕円型で、前縁、先端が短く尖り、両面ともに無毛長さ五から十一センチメートル、幅一点五から三センチメートル。花は、上部の葉液から、長さ三から四点五センチメートルの花工が伸び、一個の、登場花序がつく。この登場花序は、花が咲いている時は、計約一センチメートルである。学頭は、短い円筒型で角張り、 頭皮心型で5列し、先は丸くなる。果敢は単行色、高付き形で、長さ約4ミリメートル、筒は細長く外面は無毛、先が5列し、裂片は三角状乱形で先は、マリーカ、短く尖り長さ約1ミリメートル、つぼみの時は、すり合わせ状にたたまる。果中の先は、梱棒状に膨らむ。脂肪は2室で各室に4個の胚珠がある。 果実は、果てで、頭皮神経、先に学片が残り、長さ3から4ミリメートル。種子は、長さ約2ミリメートルで光線形、両端に、翼がある。中華人民共和国では早果実が、デリア腸炎、腫れ物や湿疹、内身、外傷の出血などに対して用いられる。春津島谷渡りの木がバルツによれば、谷渡りの貴族は11種が認められ。 日本には谷渡りの木の実が自生する。他の十種は以下の通りである。ABCDEFGHIJKLMN、オーガ・バルツ、スティーブンズ。ABCDEFGHIJKLM、山崎。八坂書房。AB ホッタ。AB ヨネクラ、カジタ。ブリッケル。セファランサス・オクセデントラス・セファランサス・ムーンライト・ファンタジー。 2019年6月6日閲覧、マシュー、英語、日本語、ありがとうございます。